キー・ローゼンのパラドックスは、量子力学の量子もつれ状態が局所性を破るので、相対性理論と両立しないのではないかというパラドックスである。名称は、この議論を提示したアルベルト・アインシュタイン、ボリス・ポドルスキー、ネイサン・ローゼンらに由来する。EPR パラドックスが生じるような非局所相関を EPR 相関と呼ぶ。EPR パラドックスが発表された当時は、 アインシュタインらは局所実在論の立場を取っていたため、量子論が実在論的に完全でない結果を与えることをパラドックスであるとした。局所実在性を満たす理論について、ベルの不等式が成立することが知られている。ベル不等式の破れの検証により、ベル不等式の破れが実験的に確認されている。そのため、局所実在論は成立しないと考えられている。 元の EPR の論文の試行実験は粒子の位置と運動量の測定を考えるものであったが、ここではデビット・ボームによる編集を用いて説明する。こちらの方がより現実的で文献にもよく登場する。最初にある観測を行った時、必ずある値が得られるような状態があるとする。その場合、その値に対応する何かが実在しているということを仮定する。 例えば、運動量の固有状態を測定すると、必ずその固有値を返す。この場合、運動量の固有値が存在しているという考え方である。スピンレイの素粒子が崩壊して、2個の粒子、例えば電子と非電子が放出される場合を考える。重心系で見れば、この2つの粒子は互いに異なる方向に飛んでいく。したがって、十分時間が経てば、 二つの粒子が空間的に十分離れた状態になる。一方の粒子は A 地点、他方の粒子は B 地点に到達したとしよう。この状況で A の粒子のスピンを測定したとする。この測定に伴い量子力学では、波速の収縮を考えることになる。元の論文では、明確に過程とは書かれていないが、ある地点で行われた実験が瞬時に遠方の 実在に影響することはないと考える。なお、この議論では、波動関数自体を実在と考えようとしているわけではない。核運動量保存則より、二つの粒子のスピンの向きは、互いに反対でなくてはならない。したがって、B の粒子の Z 方向スピンを測れば、必ず A の測定結果と逆の値が得られると予測できる。最初の過程より、 B の粒子の Z 方向スピンに対応する何かが実在するはずである。上では Z 方向スピンを考えたが X 方向でも Y 方向でも同様の議論ができるので B の粒子のあらゆる方向のスピンに対応する何かが実在していることになる。これはまさに隠れた変数理論を示唆している。つまり真の理論は決定論的であるが 十分な知見が得られないために、確率的な予言しかできないというものである。この立場では、量子力学は、統計的記述としての有効性しか持たないことになる。なお、もともとの EPR の論文では、位置と運動量を同時確定する系を作っている。いずれの系も量子も連れ状態である。上の議論では、局所実在論的な考えに基づき、ある時点での実験が瞬時に、遠くの 実在の要素に影響することはないと仮定している。実は、この仮定が怪しく、従って、隠れた変数の存在を示唆しないという反論が、なされた。相対論によると、高速を超える相互作用は因果率を破るため禁じられており、この点で、量子論との矛盾を示唆しているように思われる。このことを指して、パラドックスと称される。ジョン・スチュワート・ベルは、隠れた。 変数理論の下で成り立つであろう不等式を導いた。アランアスペは2個の格子を使った実験でベルの不等式が成立しないことを示し局所的な隠れた変数理論は否定された。従って現在では EPR パラドックスではなく EPR 相関と呼ばれ実際に起きる相関関係として理解されている。 このような非局所性は、量子も連れ状態特有の現象として理解され、量子テレポーテーションや量子暗号などの最先端の技術の理論的な基礎となっている。ありがとうございます。